編む人もそうでない人もようこそ、アムリコです。今回はダイソーさんのポストカードのスイスの雪景色で、三角ショールを編んでいきたいと思います。前回はですね、スカーフを編んだんですね。四角く編んでスカーフを作ったので、で、その時にその半分の三角形のところで留めますと、ショールになるなと思ったので、ショールになるなと思ったので、一枚編んでみようと思うんですね。結局一玉編み切れなかったんですけどね、前回。なんで今回はなんとか一玉を編み切りたいと思います。今度こそやりたいです、本当に。では、前回の復習も兼ねて、一応ザクッと編み方をやっていきます。はい、今回も3号針を使っていきます。糸をこのように持ってきまして、あんまり普段この方法やらないんですけどね、普段指でやっちゃってます。私こうクイッとねじって、この輪っかにこっち側の糸をくぐらせて持ってきます。で、この穴に針を入れてと。で、1,2,3 ですね。で、1個目はこう引き締めてしまって、これはなんだろう、縫い物で言うと玉結びみたいな感じだと思ってください。なんでここは数えません。で、この状態で、細編みをするんですね。あれ、なんかちゃんと引き締まってないような気がするけど、いいかな、大丈夫かな。ここで細編みをして、あれ、なんかダメですね、うまくいってないから、もう一回2つ編んで締めてからの方がいいのかな。なんか締まらないですね、なんでだろう。よし、なんとかできました。なぜここで手こずるんでしょうね。で、細編みしまーす。今回ここでいいかな。細編みしまーす。で、ぐいっと伸ばして、糸かけて持ってきて、このここですね、こっち側が2本になってます。こっち側が1本で、ここに入れて持ってきて細編みして、最初なんで何個だったっけ、そう、4つですね。最初はまず最初の輪っかをまず作ってしまうので、で、1,2,3,4 ループができてるから、あれ？ちょっとここにピヨッとなってますね。やり直し。はい、4ループ。な、声が、
4ループできてます。1,2,3,4 と。で、最初の細編みに細編みします。もう何言ってるかわかんないかもしれないんですけど。で、輪っかができましたね。輪っかができてます。これが一つの一模様になりますね。これ言ってたかな、最初の動画で。で、また3つループを作って、ん ?3 つだったっけ。え、あ、そうだ、ここは3つでいいんですね。ここは3つで、で、まあ、ひっくり返すのは先か後かみたいな。ここに入れると。で、こうすると、まあ、ここを起点として、こう増えていく感じにはなると思うので、で、またやっぱりこっち側も3つです。これを隣ですね。まあ、針はここにしかやっぱり入れません。ループ作るとき以外は、この細編みに細編みをするっていう感じになっていきます。で、そうそう、ここですね。ここが一つで、あ、一つは、あれですね。多分ひっくり返してからのいいのかな。編み始めると適当になるんですけれども、これはいわゆる立ち上がりに該当します。これでここの細編みに細編みをして立ち上がりまして、でまた3ループ。これが1ループで、これで2ループ、3ループですね。で、細編み。あれ、今やってて思ったんですけど、これ。ループ、次、複数のループを編むときに、この、一つ編んだらここを押さえた方がいいって話はしただろうか。ちょっと覚えてないんですけど、意外とやってることをね、あのねちねちって言っちゃいけないのか、丁寧に言葉にしていくっていうのはなかなかあの骨が折れますので、つい省いてるところも多いかと思います。ん？ちょっと今石入れるとこが分かんなくなってた。で、この感じでもう一回やっぱり立ち上がりからやろうか。まあ、立ち上がりをやって、立ち上がりの一ループを作って、細編みして、3ループ作って、細編みして、真ん中は2ループですね。4ループで一模様を作っていくので、まあ、ここはすでにこの、ここの2ループがあるので、この上半分になる2ループを編んで、
こう輪っかにしていく。失礼しました。この輪っかにしていく編み方になります。最初ちょっと混乱すると思うんですよね。でも覚えてしまえば、いや、それは何でもそうですね。何でも慣れるまでが大変なんですけど、こうね、ここに2ループあるから上の2ループを編んで、で、こっちはまた重なっていくので、で、これが今端っこまで来てますので、端っこは3ループ。で、こんな感じで、どんどん増やして、今回は三角ショールなので、三角形に、していきます。では、あとはひたすら編んだ頃に、また、お会いしましょう。声が出ない。では、また後ほど、編んだ頃に。はい、編み上がったものがこちらになります。全然画角的に入れるのが無理なので、こんな感じということで、後で全体の写真は載せたいと思います。こんな感じですね。だいぶ前の糸と比べると、爽やかな色合いですね。よっと。で、数なんですけど、数。まあ、ちょうど三角編み切りたかったので、なるべく編み切りを目指しました。で、残った糸はこのぐらい。ですね。で、まあ、一応数もやりましょうか。この、まあ、このぐらいになるまで編みましたっていうことなんですけどね。まあ、一応一玉編み切れたうちに入るんじゃないでしょうか。この量なら。まあ、それは、どうなんでしょうねっていう話なんですけど、微妙。まあ、このぐらいなら私は、一玉編み切りましたでいいんじゃなかろうかと思います。まあ、これ置いときまして、でさっきから言おうとしてる数の話、一応念のため 1,2,3,4,5,6,7,6,5,6,6,6,7,6,8,6,9,69 ですね。この輪っかが、これはここのループの長さの設定とか手の加減によってまた変わってくるとは思うんで、まあ、ご参考までに伝えてみました。で、大きさは？ちょっとこの机の上にですね、広げておるんですけど、ちょっと余計なものがいろいろ。で、大きさは、ちょっと机の上だと測れそうにないかな。よいしょ。まあ、後であれですね。テロップで載せたいと思います。多分、この辺なのかな。多分載せますので、ご参考にどうぞ。まあ、というわけで、まあ、全体像の多分映像を流しながら終わりたいと思いますので、まあ、なかなかこれ一玉編むのはね、大変な方には大変なんですけど、この糸見てると色がやっぱり変わっていて楽しい糸なので、
まあ、ぜひ編んでみてください。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。アムリコでした。